株式会社ポスコインターナショナルは、鉄鋼製品とその原料、自動車部品、食料、繊維、インフラエネルギーの販売及び投資を行う、大韓民国の大手総合商社である。ポスコグループの中核商社。1967年に、起業家の金宇宙が繊維を製造、販売する会社として、大宇実業、株式会社を大韓民国釜山広域市で設立、国の繊維輸出を牽引し、韓国の経済発展に大きく貢献した。かつて、韓国財界2位になる大宇財閥の母体企業であった。1997年のアジア通貨危機を経て、大宇財閥が破綻し、2000年12月、株式会社、大宇の貿易部門を人的分割し、大宇インターナショナルとして設立した。当時、建設部門は、大宇建設として分割。大宇財閥時代からの、大宇の商標権を所有しているため、韓国内外で、当ブランドを利用するためにはこの会社とのロイヤルティの、商談が必要。2010年に、韓国最大鉄鋼会社のポスコへ買収。売却交渉段階ではロッテも買収意向を出した。海外103カ所のグローバルネットワークとミャンマー近海の LNG ガス採掘権がアピールした。2016年に株式会社ポスコ大宇に社名を変更した。大宇財閥系の非合併企業が類似パターンで社名を変更した。2010年代までは国内外で大宇のブランドが買収した母企業より認知度が高かったためである。特に中央、アジアや旧共産圏諸国など。2017年には、グループ内業務再編により、鉄鋼専門商社であった姉妹のポスコ P&S と統合し、存続会社になった。同時に厚板を軽鋼に加工するポスコ SPFC、ステンレスを圧延加工するポスコ AST、モーターを製造するポスコ TMC まで吸収合併した。後述した加工3社は2021年にポスコ SPS として法人を設立し子会社化。合併当時にはマスコミからはポスコグループの販売機能が集約したことで統合、ポスコ大宇とも呼ばれた。2019年、社名を現在の株式会社ポスコインターナショナルに変更。ポスコグループ傘下に入った10年ぶりに社名から大宇がなくなった。鉄鋼製品に限っては、日本のメタルワン、日鉄物産、JFE 商事並びの量を取り扱っている。鉄鋼製品のネット販売にも進出している。電気自動車用部品及びその素材、責任投資原則 ESG 債の発行等、低炭素社会への体質改善を進んでいる。本店大韓民国ソウルと区別市港南区、本社大韓民国インチョン広域市、円宿東京本社東京都千代田区、丸の内大阪支店大阪府大阪市、浪速区総町名古屋支店愛知県名古屋市西区、牛島町。ありがとうございます。